こんにちは。武蔵野シティニュースの松岡美由紀です。初夏を思わせる季節になりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、武蔵野市の市政の動きをお伝えする武蔵野シティニュース、今回は梅雨や台風シーズンを控えて浸水被害を軽減し水環境を守る市の取り組みについて取り上げます。またゴールデンウィーク期間中に開催された吉祥寺音楽祭ミュージックフェスティバルとファミリースポーツフェアの模様も合わせてご紹介します。どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。それではまずはじめに水循環都市を目指した市の取り組みについてです。地面がアスファルトに覆われコンクリートの建物が林立する都会では雨水が地下へ浸透しにくくなっています。加えて最近はこれまで経験したことのないような集中豪雨が頻繁に発生しており、都市型水害の被害が深刻化しています。こうしたことから市では雨水の浸透や有効利用を推進するために雨水利活用条例を制定するなど水環境を改善するための取り組みを積極的に進めています。今回は下水道課の石塚主事に雨水の利活用についての目的や具体的な取り組みなどについてお聞きしてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これから雨の多い時期に入りますが、最近はゲリラ豪雨と呼ばれる集中豪雨が多発していまして、市内でも浸水被害が起きたということなんですよね。はい、最近ゲリラ豪雨などの集中豪雨が頻繁に発生しています。現在の町はアスファルトで覆われているので雨水が地面に浸透しにくくなっていて、集中豪雨による浸水被害が市内でも発生しています。市ではこのような集中豪雨による浸水の被害をできる限り軽減するために町に降った雨を自然本来の水循環のように雨水を地下に浸透しやすくするという取り組みを積極的に進めています。はい、都市化が進んで雨水が地下に浸透しにくくなったことで実際はどんな影響が出ているんでしょうか。はい、まず例えば災害の面なんですけれども、集中豪雨が発生すると雨水が地面に浸透できないので降った雨のほとんどが下水道管へ流れ込んでしまいます。そのため下水道管が溢れてしまって、その結果町の浸水被害につながります。また環境の面では雨水が地下に浸透しないので地下水が減少してしまいます。これによって井の頭公園などの池の水質の悪化ですとかヒートアイランド現象が発生する恐れがあります。市内に井の頭公園がありますけれども、かつてこの公園の池は豊富な湧き水で満たされていて綺麗だったんですけれども、これが水量が減って濁ってきてしまっているのは雨水が地下に浸透しにくくなって湧き水が減ったことが原因の一つだと考えられているんです。で、このような浸水の被害ですとか環境の被害をできる限り軽減するために市内の市立の、小中学校の校庭地下に大型の雨水貯留浸透施設を設置する事業を進めています。これは大雨が降った時に一度に大量の雨水が下水道管に流れ込まないように、一度校庭地下に大型の貯留浸透施設を作って、その施設に降った雨を貯めてゆっくり地下に浸透させていくというものです。この雨水貯留浸透施設を市立の小中学校は18校ありますが、こちら、そのうちの12校に設置がすでに完了しています。はい、これから集中豪雨などが起きた時にこれらの施設というのは大いに役立ちそうですね。そうですね。また地形の関係上、市内でも特に浸水被害の多い吉祥寺の北町地区においては浸水の対策として北町保育園の建て替えに合わせて園庭の地下に容量4500立方メートルの雨水貯留施設の工事を行っています。こちらは今年の10月に完成の予定です。地下に大型の貯留施設ということは言い換えれば地下がダムのような役割をしてくれるということですね。そうですね。で、このように公共施設の整備しているんですけれども、公共施設だけの整備では限界があってとても足りないんです。やはり、本来の自然の水循環である降った雨は地下に浸透ということが大切です。
そのため市では平成24年度に雨水利活用条例という雨水を地下に浸透させたり有効利用を図るための条例を制定しました。この条例は建物の新築や増築をする際に雨水排水計画の届出を義務付け、雨水浸透施設の設置を積極的に進めていくというものです。また市民の皆様にぜひお願いしたいのが雨水浸透マス、雨水貯留タンクの設置についてです。これは、まず雨水浸透マスについてですが、家の屋根に降った雨を雨水浸透マスに集めて地面に染み込ませるという施設です。現在市では個人の住宅、公共の施設合わせて約2万9千基の雨水浸透マスが設置されています。これを10年後には約5万基設置するということを目標にしています。そしてもう一つ雨水貯留タンクについてですが、こちらは、屋根などに降った雨を雨水貯留タンクに集めて、それをその溜まった雨水を有効利用するというものです。植木の水やりですとか打ち水、非常の断水時などにも活用できます。雨水浸透マスや雨水貯留タンク、こちらどちらにも助成金の制度がありますので、まだ設置されていないという方はぜひご検討いただきたいと思います。町の環境改善には私たち一人一人の取り組みが欠かせないということですね。はい、その通りだと思います。市では雨水循環型都市形成を図ることを目指しています。簡単に言いますと、降った雨は地面に、そして地下水へ、このような本来の自然の姿である水循環を目指しています。現在では降った雨の 52% が下水道に流れ込んでいます。この数値は都市としては地下によく浸透している方ではあるんですけれども、昭和20年代はこの下水道管への流出が 40% だったんですね。で現在その 40% から 12% も流出が増えてしまっているんです。でこの昭和20年代っていうのは地下水が豊富にあって、犬頭池もきれいな湧き水で満たされていました。この昭和20年代の 40% という数値を目標に市では取り組んでいます。雨水循環型の都市づくりを進めていくには市民の皆様の協力が欠かせません。雨水浸透マス、雨水貯留タンク、ぜひご協力をお願いします。はい、水環境の整備というのは私たちにとってとても身近で大切な問題なんだという意識を持つことが必要ですね。はい、そうですね。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今回取り上げた内容については司法5月15日号に詳しく掲載しています。なお雨水浸透マス、雨水貯留タンクの設置には市の助成制度が利用できます。お問い合わせは下水道課、電話番号60-1867までどうぞ。それでは続いて、大型連休中に吉祥寺ウェルカムキャンペーンの一環として開催された第29回吉祥寺音楽祭ミュージックフェスティバル2014の模様をご覧いただきましょう。ゴールデンウィークの期間中、吉祥寺を音楽があふれる街にと恒例の吉祥寺音楽祭ミュージックフェスティバルが今年も賑やかに開催されました。期間中は街の至る所で音楽イベントが目白押し。4月27日には北口駅前の平和通りで音楽祭の看板イベントの一つ、ホコテンダンス&ストリートライブが行われました。元気いっぱいのキッズチアダンスや和の要素を取り入れた若さあふれるダンスチームなど、パワフルでリズミカルなパフォーマンスに盛大な拍手が沸き起こります。また個性豊かなミュージシャンによるストリートライブも行われました。この他にも吉祥寺シアターでの吉音コンテストや北口駅前特設ステージで2日間にわたって開催された吉音スーパーステージ、井の頭公園の野外ステージでのコンサートや
公会堂でのジャズコンサートなどなど、連日さまざまな音楽イベントが開催され、ゴールデンウィークの吉祥寺の街を大いに盛り上げました。それでは次に、4月29日に行われたファミリースポーツフェアの模様をご覧いただきましょう。連休真っ只中の4月29日、恒例の春のスポーツイベント、ファミリースポーツフェアが武蔵野総合体育館と陸上競技場で開催され、今年も多くの市民が参加しました。陸上競技場には一輪車やフラフープ、輪投げなど、子どもたちが遊び感覚で楽しめるメニューがいっぱいです。体育館ではバスケットやバドミントンなどの定番スポーツから、ドッジビー、ユニホップ、大きなボールでみんなで楽しむキンボールなどのニュースポーツまで、多彩な種目が用意されました。また今年は体操のお兄さんとしておなじみの佐藤博道さんによる、体を動かすのって楽しい、親子で体操と題した特別イベントも行われ、お父さんもお母さんも子どもたちも思いっきり体を動かし、気持ちの良い汗を流しました。それでは最後に、6月1日に行われるゴミゼロデー、市内3駅周辺一斉清掃についてのお知らせです。市では市の玄関口である吉祥寺、三鷹、武蔵境の3駅周辺の環境美化推進のため、6月1日、3駅周辺一斉清掃を実施します。実施日時は6月1日午前9時からおよそ1時間で、集合場所は吉祥寺駅は北口駅前広場、三鷹駅は北口玉川上水緑道、武蔵境駅は京南ふれあい広場公園です。多くの方々のご参加をお願いします。参加される方はレジ袋などを持参の上、当日直接参会場のいずれかへお越しください。お問い合わせはごみ総合対策課、電話番号 60-1802 までどうぞ。いかがでしたでしょうか。今回の武蔵野シティニュース、5月も半ばを過ぎて、初夏の日差しが眩しく感じられる季節になりましたね。この時期の紫外線の量は真夏並みなんだそうです。油断をせずに早めの紫外線対策を心がけたいですね。それでは次回の武蔵野シティニュースをどうぞお楽しみに。